カピラの創造画カピラは、ベーガの理師の一人で、インドの古典的な哲学の一つ、サーンキア学派の階祖だとされている人物。理師は、仙人と訳されることがあり、カピラ仙人、カビラ仙とも。生没年は不詳。一説には、紀元前300年前後の人物だったとも、サーンキア学派の階祖だと考えられている。カピラについては、 伝説に包まれていて、あまり確かなことがわからない。どの伝承も、カピラに、アースリア・パンチャシカという弟子がいたことを伝えている、点では一致している。カピラの唯一の著作と語られることのある、サーンキアスートラは、実際には14から15世紀のものであって彼が、書いたわけではない。インドの、核文書で、カピラが、どのように描かれているか解説すると、 ベギー・バタ・パーラナは、カピラについて、それなりの量を割いて描いている。伝統的なヒンズーの書では、カピラは、マヌの子孫で、ブラフマーの孫として描かれている。バガバット・ギーターでは、カピラを、ヨーガ行者でセディ・シッティの持ち主として描いている。A.B. 哲学思想辞典、岩波書店、1998年ピアニッシモ。 582から583、モテギ修順執筆担当 AB、世界大百科事典、第2版、平凡社、カピラ、カピラ、ありがとうございます。